こちらは全国シラクバレーの会場です。この各地域の連盟旗が飾ってあります。九州、中国、四国、中国、そしてこちらは関西方面だと思います。そして全国それぞれの地域のずっと連盟旗がありまして、そしてちょうど会場では今女子の決勝戦、下北沢総局と福岡学園の戦いが行われております。ちょうどここに、優勝メダルがあります。最大にしてみたいと思います。優勝メダル、なかなかこのポジションでは見えない、真上から見てるところで、この後表彰式のためにここにメダルが数々が並んでます。優勝チーム、準優勝チームに、男女の優勝、準優勝チームにのメンバーに渡される金色のメダルがここにあります。記念に撮影させていただきます。終わります。